えこちらは、えー、コストコさんで買ってきた、えー、ガーリッククリスタルブレッドなんですけどこれはねオーブンで焼いたらめちゃくちゃ美味しかったのでちょっと動画にしてみようと思って今撮ってますでこちらのガーリッククリスタルブレッドを紹介する前にこちら、えー、これコストコさんのガーリック茶バタなんですけどこのガーリック茶バタの後継品が、えー、さっき紹介した、えー、ガーリッククリスタルブレッドなんですね で、このそもそものガーリック茶バターなんですけどこれがねこんな感じサイズ感はこんな感じ結構でかいんですよ。でねこれもまあとっても美味しかったんですけどこの中にねガーリックバターたっぷり塗ってあってこれもオーブンで焼いてとっても美味しかったんですけど今回買ってきたガーリッククリスタルブレッドはこんな感じなんですよ。 なんかサイズ感が小ぶりになって食べやすくなってるんですよね。サイズ感はこんな感じ。ちょうどね、グラブして食べやすい感じ。えー、ワンハンドで食べやすくなって、まあカットする手間が省けましたよね。えー、ということで、えー、ブラリドライブでコストコさんの群馬にあるこちらですね。えー、群馬名和そこ店さんで買い物してきました。えー、名和そこ店さんは駐車場平置きで、えー、たっぷり止められてすごく楽に買い物ができましたね。えー、また行きたいと思います。えー、で、買ってきたのがこちらですね。 ま、あの、先ほどから出てますけど、ガーリッククリスタルブレッドを買ってきました。早速見ていきます。え、サンドになった10センチ角のブレッドが6セット入ってます。それで税込み1380円です。もうね、開ける前からガーリックの香りプンプンしてますよ、これ。とってもいい香りしてます。それでは開けてみるとこんな感じですよ。 1 0センチ角の結構分厚い厚みは 2cm ぐらいあるのかなサンドすると4センチぐらいになるのかなもうね、たっぷりバターが塗ってあって、これ開けるとこんな感じ、もうね、ガーリックたっぷりですよ。これ、ローストガーリックかな香ばしいガーリックの香りがしてます。そして、オーブンでね、こんがり焼きますよ。もうそろそろ焼けます。焼けましたよ。これもうね、めちゃくちゃいい香り。 この、えー、ガーリックバターがこんな溶けてね、バター溶けて、えー、ブレッドにシみシみになるんですよ。もうガーリックの香りは半端じゃないですよ。えー、それでは、えー、コストコさんのガーリッククリスタルブレッド、いただきます。もうね、ガーリックの香りは半端じゃないですよ。あれ、ね、ブレッドがむぎゅっとして、でバターがじュわっとく、じュわうまですね、これ。いや、めちゃくちゃ美味しい。何だろう、ブレッドがね、マフィンなのような感じ。 これマフィンなのかなえ、厚みも、え、上下合わせてサンドして、4センチぐらいあるんで、え、まず噛み応え抜群、まあグラブ感抜群。そこに、え、ジュワウマのバターがたっぷり入ってるんで、まるでこバターソースが塗ってあるような感じですね。これがね、しみしみでほんと美味しいですね。え、食べ応え抜群のボリュームあるサンドが6つ入って、税込み1380円なんで、1個あたり230円。これはね、とっても美味しいので、え、しかもコストは抜群なのでおすすめです。 えー、それでは、えー、ご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。